日本鹿児島県薩摩仙台市田海町電海町は、鹿児島県薩摩仙台市の町。旧薩摩国薩摩郡東郷電海村。薩摩郡下東郷村大和田電海、川内市田会町。郵便番号は895-0071。人口は975人。世帯数は445世帯。薩摩仙台市の西部、川内川下流域に位置している。 麻生駅の北方から東方にかけては、東郷町、藤川、西方には東郷町、四市の東郷町の野ち、南方には白浜町、中郷町、西方には高城町、白上町がそれぞれ接している。麻生駅の中央部を、鹿児島県道339号東郷、西方港線が南北に通り、南端を川内川が東西に流れる。また、 川内川に沿って国道267号が通っている。東端には田海川が流れており、川内川に交流している。集落は北方より西川内、薬田、別府原、的場、地下、今村、上野原、丸山、向井鶴がある。高井という地名は川内川沿岸の水田が洪水によって一面階のように見えたことに由来する。 高井という地名は、江戸時代より見え、薩摩国薩摩軍統合のうちであった。村高は、天保合町では1308国余り、休校給料では1558国余りであった。今村には、合集落が形成されており、庄屋所は、別府県に置かれていた。1889年4月1日に、町村制が施行されたのに伴い、統合の内高海村。 白浜村、中郷村の区域より、薩摩郡下統合村が成立した。それに伴い、それまでの高い村は、下統合村の大技、高いとなった。1957年4月1日には、下統合村が、川内市及び統合町、高城村へ、分割編入されることとなった。分割編入に伴い前日に当たる同年3月31日に、 官報に掲載された市町村の配置文号によれば、大技展開は以下の通り分割されることとなった。薩摩郡統合町に編入する区域薩摩郡、高城村に編入する区域川内市に編入する区域市町村の配置文号上記の配置文号に伴い、川内市に編入された区域については、同年4月15日に鹿児島県広報に掲載された。 大技の廃止及び町の新設により4月1日付をもって大技電会を廃止その区域より新たに川内市の町田海町が設置された東郷町に編入された区域については同じく4月15日に鹿児島県広報に掲載された配置文号に伴う字の名称変更により編入された区域の大技電会を4月1日付で 大技藤川に解消する手続きによりすでに存在している大技藤川に編入した。また高城村も同様に大技名称変更によって4月1日付で高城村に編入された区域の大技展開を大技上場に解消する手続きによりすでに存在している大技上場に編入した。2004年10月12日に川内市、東郷町、入木町、け道院町、 日脇町、下古式村、上古式村、鹿島村、里村が新設合併し、薩摩仙台市が設置された。この市町村合併に伴い設置された法定合併協議会において、川内市の町、地については、現行通りとすると協定されたため、名称の変更は行われずに、薩摩仙台市の町となった。 以下の記述は、角川日本地名大事典46、鹿児島県389ページの記述に基づく。以下の表は、国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。鹿児島県道339号統合、西方港線対岸の白浜町に、 宮野城千札間白浜駅があったが、1987年に廃止されたため、現在の最寄り駅は川内駅である。ありがとうございます。